も登録されました。そしてすぐ復帰登板ということになりました。岩瀬仁紀は8回を3人で抑えました。ということで、まあ、川崎さん、初一つ8回ではありましたけれども、岩瀬は結果を出しましたね。そうですね、まあ一安心ですよね。それで投げれるっていうことが分かりましたからね、はい、3対1です。依然2点リードです。ベイスターズもなかなか動かせそうで動かせない、まあそれがよくあるドラゴンズの試合運びであることはあるんですかね。そうですね、ベイスターズの方も、はい、かなり今日はね動いてきてるとは思うんですよ、それがねあまりこう点には繋がってないんですよね。そうですね、はい、まあ、エンドランもかけてきましたしね、はい、スチールもかけてきましたけどね、それはなかなか点には繋がっていかないですよね、はい、ただ一生懸命ゲームを動かそうとはしてるんですけどね、はい、和田の一文字で応援ができました。ちょうど名古屋ドームレッドスタンド5階席になりますけれども、こういったプレートで持って応援していますが、その部分が森道シートという、今日は、高木森道さん、それから坂東英二さんが、まあ、中心となって、まあ、NPO 法人で動いてまして、まあ、体の不自由な方、あるいは児童養護施設の、この児童の皆さん、少年野球のチームの皆さん、東日本大震災で避難されている方などを招待で、この名古屋球場にお招きしているというような、そんな趣旨の今日は森道シートというのも設けられています。さあバッターは3番和田、4番森の5番方という中軸です。マウンドこの回からオーバーション、初球を打つ、大きく弾んでいる、サード出てくる、取る、取れない、取れない、和田は一塁で止まっています。一塁キャンパスで止まりました。記録は内野安打です。ちょうどワンツーカーのところ、まあ難しいバウンドではありますよね、ちょっとワンカットありました。サード筒香、まあ普段ですからサード中村、守備のいい中村が入りますが、まあ、筒香もバッティング、それから守りと、まあ、いろんなアドバイスを受けながら育っていくんでしょうがね。そうですね、和田に代わってピンチランナー松井裕介です。国吉も変わりました。まあ、国吉も序盤の3点はちょっとここまでは重い展開ではありますけれどもね。そうですね、いいところももちろん見せましたけれどもね。国吉ですよね、国吉、はい、のまあ、前半ね2回だけなんですよ、1回2回だけ、そういうことですね、ボールが安定してませんでしたからね、はい、ではそういう願いはすごくあると思うんですよ。ですね、はい、今シーズンも相撲、まあの成長がなくして DeNA のその上昇はないとまで言い切るぐらい期待をかけている若手でもあります。すごくよし、外バットもある、大原も追い込みましたね。そうですね、まあ、その中心で追い込みましたけど、はい、先
ですけどね。ピッチャーサイドならということですね。そうですね。先ほどもありましたが、まあ、どうしてもそういう目で見ちゃうんですけど、まあ、そういうことですよね。大原もちょっと今シーズンは腕下げてきてますかね。そうですね。あのだからモリノのスイング見てると若干ですけど、やっぱり腰っていうか開いてますよね。はい、ということはまあ中高から右に投げてるのかなという感じが。ランナーがスタートを切ってます。おー、ロッチアウトという判定です。ジャッジはアウト。高木監督は何とも言えない表情をしてます。動かしてきたんですが、キャッチャーもちょっと送球がそれましたけれども、タッチはしたということなんですね。タッチはしてます。そういうことですね。ずいぶん送球はそれましたが、ランナーがなくなっています。3ボール2ストライクです。そしてここでフォアボールです。ただ何気なく、まあ、アウトという形ではありましたけれども、点差が2点、まあ、欲しいところでまた今度はこういう形でドラゴンズは動かしましたけれどもね。そうですね、まあ、スチールタッチアウトになっても、はい、まだこうやってフォアボールで選んで出るそういうことですね。まだまだそのチャンスはついえてないということですね、はい、逆に言えばここで大原は、ね、もったいないフォアボールを出しましたよね。いい形で、ね、アウトにしてるのに。そうですね、勝つを追い込んだんですが、5番バッターの井端です。田中も変わってますので、田中はヒットがなくて、それから井端も今日は3打席凡退しています。引っ張る、バット折れた音。あの大原の球もかなりクロスで入ってきてますよね。そうですね、ちょっと序盤以降は重い展開になってますドラゴンズです。3試合連続ヒット中の木形です。ただ去年一昨年あたりのことを考えると、よく木形もまたショートに戻って完全にある意味息を吹き返したといいますか、戻りましたね。そうですね、バッティングもそうですし、そのポジションもそうですけど、一つ、まあ、いろんなのも野球選手ってリズムじゃないですか、はい、まあ、その中で自分のポジションで自分たち、はい、そういうのがこううまく回ってるんでしょうね。やっぱり居心地がいいと思うんですよね。今日ね、話はしてくれましたけど、やっぱりあんまりこう、なんていうか、調子がめちゃくちゃいい時もないけど、めちゃくちゃ悪い時もないっていう、あ、そういうことなんですね。そういう意味ではすごくこう高いレベルでね、はい、安定しているということですよね。そういうことでしょうか。今田の調子のいい悪いのレベルは上の方にあるんでしょうか、ね、そうですね、ワンアウトでランナーは一塁です。最後の一押しができるかどうかというところドラゴンです。名古屋ドーム、現在ベイスターズに10連勝中というドラゴンズです。まあ、前回先週は甲府松本でだいぶ打たれましたけれども、ジャイアンツが勝っている以上
取りこぼしは禁物です。バットの先で捉えて広く入った左中間抜けていく。懸命に森の走っている。上田コーチ腕がぐるぐる回っている。ホームイン。久々沸きました。名古屋ドーム終盤大きな1点が入りました。井端のバット。川崎さん、ようやく入りましたね。そうですね、本当にこうあと1点やっぱドラゴンズとしてはね、はい、欲しかったところですけども、ここでようやく出ましたよ。そうですね、そしてヒットのなかった井端が見事大事なところ、まあこれがあるから井端なんでしょうけれどもねそうなんですよね、だから多分本人の言ってたそのいい時もない人は悪い時もないっていうのが、はい、こういうところで一歩感覚に出るっていうね、多分そういうところなんだと思うんですけどね、はい。しかも井端、当然右打ちもうまいところがありますが、結構今シーズンはパンチ効かして左中間、右中間抜いていきます。やっぱりなんていう左中間相手の自分でも分かってるんですよね。そのあたりも見てますか、今の打ち方を見ると、まあ、変化球だから何かこう細工しやすいっていうのはあったと思うんですけど、最後はやっぱクイッとこう手に変えましたもんね。それで結果が出せるからこそ今だったんでしょうけど、ね、そうですね、さあゲームを井端が動かして途中出場の堂上直道です。もう一押しできるかどうか。大きく弾んでいる。これはうまく透かしました。その間に3塁に進んで2アウトランナー3塁です。ここは堂上直道は捉えきれませんでした。だから直道もね、もうちょっと自分の形でバッティングができるようになるといいですけどね。すごくやっぱりセンスはあるんですけどね、はい。さあそして平田です。1本です。まあむしろ守りが今日は光りました。なんといってもあの初回の両名の鉄球先制点を阻止したあのプレーは見事でした。やっぱりあそこからそのドラゴンズの方にこう来ましたもんね、まあ、ここまではそういうことですね、まあ、最後これ終わってみないと分かんないですけども、はい、本当にここまでっていうのはこの平田が作った流れと言っても過言ではないですよ。ですね、まあ、今のところいい方にも悪い方にも大きなことはなく、そつなく平田が来てますが、そうですね今日ファインプレー2つですから。そういうことですね。特にやっぱりあの初回のね、バックホーム、はい、あれは大きかったですね。
3アウトです。しかしドラゴンズは終盤大きな大きな追加点、岩田タイムリーツーベースヒット、4対1、3点リードで、さあこのところ守護神の役割も板についてきました。山井がマウンドに向かっていきます。